始めました俺たちゲーセン族です。はい、よろしくお願いします。はい、今回はですね、これまでずっと80年代のゲームを紹介してたんですけれども、うん、はい、なんとちょっと時代が上がりまして、うん、なんと92年、うん、はぁ、私生まれてます。生まれてる、はい、何歳ですか1990年っていうと、5歳。5歳、はい、そう、5歳の子に発売されたゲームはこちらビデオシステムのソニックウィングスでございます、うん、はい、特徴としてはいわゆるオーソドックスな縦シューティングなんですけれども、はい、なんと2プレイヤー同時にゲームができまして、それぞれの1プレイヤー2プレイヤーごとに4人ずつ主人公が設定されているんですね、はい、これまでのゲームでも時期を選択するものがあったんですが、うん、なんとこれ時期プラスその時期に登場しているキャラクター、はい、でそれがアイドルだったり、うん、軍人だったり忍者だったりっていういろんなキャラクターが乗ってるっていうその個性が出てるゲームの割と走りだったんですかね、これね、うん、そうですね。でも初めてっぽくないですか、こんなキャラクターがついて。そうなんですよ、うん、今結構シューティングゲームっていうと必ずこういうねアニメ調のキャラクターが出てきて、うん、一人一人それぞれに物語があってっていうのが、うん、もう必ずと言ってほどあるんですけど、うん、これはね多分そういった設定を使い出したのは初めてなんじゃないかなと、うん、なんとなく感じますね、うん、まあ、このゲームがすごく走りであることは間違いない、うん、はい、じゃあちょっとやってみましょうか、うん、はい、行きましょう。あれこんなに硬かったかな、あれなんか出てますね、あの青いの、あれパワーアップカプセルで、あれを取ると自分の武器が強くなります。ちょっとあの弾数増えたの分かりますか、あ、本当だ、だからちょっと横幅に増えました、ね、そうそうそう、あとなんかビルが、なんたる、あ、でもビル壊れますね、壊れます、これね、結構ね、何でも壊れますよ、あ、爽快ですね、これ。今度は都庁みたいな銃来ましたけど、これも壊せます、はい、本当ですか、壊しちゃっていいんですか、うん、ここ、いや、ボスと戦うんで、自分でも壊さなくていいんですけど、はい、今、ちょっとこれ当たってるの分かります、あ、はいはいはい、当たってます、当たってます、あ、てか、あ、パパさん、都庁が都庁に集中してしまいました、あ、すっごい、あ、すいません、もう一回やらせてください、はい、ごめんなさい、はい、あのね、何回もできるのが、うんうん、俺たちゲーセンのいいところだね、もう一回だけ、ちょっとやらせてください、うん、大丈夫です、これね、僕実はこれのゲームセンターで基盤っていうのがあるんですけど、はい、ゲームセンターそのものですわ、うんうん、それをね、実は僕持ってたんですよ、これは、そのまんま、そのまんま買ったんですか、筐体はないですけど、はい、中に入ってる基板を持ってたんですよ、それほど好きだったんですか、それほど好きだったんですよ、すごい、どうなんだ、はい、一面で死ぬなと、もう一回お願いします、うん、ちょっとプライド許さないですね、そうですね、申し訳ないです、はい、ボタンがですね、やっぱりレバーじゃないんで、はい、連射がしにくいんですよ、あれも壊せるんですか、壊せます、もちろん、あ、ほんと、あ、出てきましたね、このゲームはね、結構そのパワーカプセルが行った状態でいかないと、はい、一気でも死んじゃうと結構ね、辛いんですよ、あ、ちなみに今の段階で、はい、2プレイヤー入れますので、はい、勝者入ってみます、あ、入りたいです、入りたいです、じゃあね、下に向かう黒いコントローラーをちょっと、あ、申し訳ないです、持ってもらって、はい、スタートボタンを、はい、ごめんなさい、セレクトボタンで1回ワンコイン入れてからですね、はい、そう、あとこのゲームコンティニューはね、できるんですよ、ね、あれ、私も入ってます、もしかして入ってます、赤い機体ですもんね、あー、うそ、さあ、戦い2人 で危なくなったらボムといって緊急回避用の爆弾があるんですよ、はい、それを使うと緊急回避用の爆弾、うん、危ないと思ったらボムを使うんですよ、そうそう、どこにしたんですか、今ですね、×ボタンですね、×これですか、うん、それです、あれ、私今余計なことしました、うん、いや、大丈夫ですそれは回数が加わってるんですよ、はい、あ、大丈夫だね、パパもね、これ10年前ですから、うんうん、はい、腕も落ちますよ、そりゃ、そうですよね、プライドは落ちなくても腕は落ちるか、そうそうそう、いいこと言ったねいいんだそれやっぱりこういうゲームはジョイスティックが欲しい、そうですね、操作性命ですから、うん、もう自分の指先だけが大事だと、あ、やりましたね、もっと高いですね、で、面をクリアすると、はい、選んだキャラクターによってちょっとしたそのストーリーが進んでくるんですよ、あるんですね、こういう、へえ、まあ、これどんなストーリーか、あれ右何ですか、あれ、なんかね、変なロボット、チョコちゃんのキャラクター、私ですか、うん、今のヒゲオヤジとロボットが、はい、俺が強いって今、うん、こうやり合ってたっていう感じのストーリーが流れて、はい、で、これキャラクターの組み合わせも結構変わるんですよ、ですね、割と年代新しいんですけれども、はい、この頃からゲーム始めた人も結構多いと思いますので、うん、ぜひね、まあ、ゲームの原点に帰って楽しんでください、うん、はい、はい、以上ソニックウィングスでした、ソニックウィングスでした。